時間目。はい、ということで皆さんこんにちは。 ST48 とドラフト3期生の篠田空葉です。これから ST48 6枚目シングル独り言で語るくらいならのオンラインサイン会をしていきたいと思います。今回もというかさっきの1時間目と同様、メイドさんの空葉とメイド空葉の写真にサイン、名前を書いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。かまちゃんさんハートありがとう、ウィニーさんハートありがとう、パイネミさんかわいありがとう、ウィニーさんファイトありがとう、ユサポンさん桜ありがとう、こんばんは、こんちゃす。ということで早速やっていきましょう。まず鍵開けはですね、タレパンさんいらっしゃいますか。タレパン、ここ、黒、T 黒、ユニ、さん、かまちゃんさんでるま、みたらさんハートありがとう、あ、いた、ありがとう、昨日は、ツーショットとさ、お話し会、ありがとうございました、また私、ちょっと、また開けちゃった、学べないんだが、ということで次、藤原さん、あれまたかな、さっきと同じ藤原さんかな、藤原さんいらっしゃいますか。藤原さん、かまちゃんさんレインボースターありがとう。藤原さんいらっしゃいますか。藤原さん、藤原あずささん、あずささん買ってくれとるんかな、あずささんが買ってくれたのかもしれない。あ、次、まゆみさん2枚ありがとう。まゆみ、あいまいママありがとう。岩さんレインボーさんありがとう。まゆみさんありがとうございます。ありがとう。ウィンニーさんありがとう。七玉いらっしゃるね、ありがとう。また公演とかがね始まったら来てください。愛知からでも嬉しい。愛知に行きたいなってか、一回名古屋なんかツアーで行ったよね、全国ツアーで、また行きたいな。ありがとう、みのさん、だるま、インディさんとかありがとう。ありがとう、まゆみさん、ありがとう。家に届くの楽しみにしてください。娘さんにいっぱい見せびらかしてください。次、村上さん、いるかな？村上さん。マジ、村上さんの家にね、なんだっけあれ、ダーツの業務用のやつがあったんよ。昨日お話ししょって、なんか新しくね引っ越したらしくて、それを前々から聞いとってお部屋紹介してもらったんやけど、業務用のダーツ、あのパンってやつがあったんよ。すごいよね。村上さんありがとう。ダーツめっちゃすごかったよ。次誰だ、キセイさん待って、木なんて読むんだろう、木に性別の性って書いてキセイさんかな。キセイさんありがとう。かんちゃんいる、え、絶対本名だよねこれ、だってこのニックネームは見たことがないんですよって言ってさ、本名やってニックネームやったら申し訳ないけど、せいさんありがとうございます。わ、口リップちちっと、今日の口可愛くないですか。私はほのたんさんの唇を目指して頑張ります。無理だけど。次、お、キノピーさん5枚もありがとう。また被らないようにしないと。あ、これ愛の告白が1枚あるから
これだ、これでいいや、うまい。これ連続でさ、枚数が来たらさ、かぶらないようにできるけど、コメントがバラバラの列で来たら難しくなる。ヒノピーさん、天気5枚でなくさ、さすがにそれはさすがにやばい。スタッフさんにも言われそう。ありがとう、キノピーさん。キノピーさんはね、本当に昨日スーツだった。そういえば昨日スーツで、いつもね、いつも私服でもね、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。なんだっけ、謎解きツアーみたいなやつあったんですけど、その時もめちゃくちゃおしゃれで、一人だけガチで スーツで着てるんかと思ったら、これが私服みたいなこと言ってて、マジと思って。そのぐらいめっちゃおしゃれな方なんですよね、キノピーさん。ありがとうございます。あ、来たーって、いた、いた、いた、よかった。お優しい、しい方です。すごいね、絶対にね、モテるのに、絶対モテる。確かに告白されたことあるはずないよ。なんかその話したいよ。そんな優しくて、そんなおしゃれで料理もできたら、告白されたことあるでしょみたいな言ったら、あるけど断ったみたいな言って、ソラハがいるからみたいな言われた気がする。勝手な妄想だったらごめんなさい。ソラハがいるからとか言ってなかったらごめん。でも本当にそのぐらい、でも分かるよ、みんなも一番ね、おしゃれ、すごいおしゃれなんだよマジで。お家もね、めっちゃいい感じ。5枚は嬉しい、ありがとう。お花書いとこう。ありがとう、5枚。まず初めに2枚。ありがとう、キノピーさん。そしてあと2枚。ありがとう、私の指紋をプレゼント。さあ、まこと、みかんよろしく。あ、押してね、だった。押してね、多分大丈夫だ。卒業するまで応援するって言ってくれたから安心です。次は、あ、なべなべさん。なべなべさん、パワーでしょ、知ってる。なべなべさんいる？ね、おしゃれだよね、めっちゃ。なべなべさんいるかな。なべなべさんは毎回会議室からね、やってくださるんですけど、お話し会を毎回会議室を予約してやってくださってるんですけど、昨日はね、会議室の予約が取れないかったからね、カラオケからね、カラオケボックスからやってたんですけど、歌楽しかったですね。みんなの歌声聞きたい、みんなの歌声聞いてみたいよね。次、伊藤さん。あ、わかり、伊藤さん本名でしょ絶対これ。伊藤さん、ありがとう。だってありがとう、こちらこそいつも。伊藤さんいるかな。絶対これニックネーム登録忘れちゃったやん。伊藤さんの思い出したけどね、私もね、兵庫のさ、友達に伊藤っていう人がいて、すごいその人いじられキャラだった。みたいな感じで、うん、歌ってもアカペラならいいんじゃない。アカペラならカラオケだったら音源流すのあれかもだけど。伊藤さんありがとう。私の顔持ちたい、ひょっくり。さっきからさ、もう髪の毛がさ、すごいなんかやばいんですよ、湿気で。次、チャピチャピさん2枚、ありがとう。これにしよう、一緒に歌ってみたい。それなんでも時差がありそうだからさ、一緒にはあれよね、難しそうだけど。チャピチャピさんいる？熊本。昨日久しぶりに見たよね、チャピチャピさん。元気してた。なんかね、めっちゃでもやっぱね、直接はなんか本当にめちゃくちゃ久しぶりだったのね。だからめっちゃ緊張してはりました。後ろにね、めっちゃね、フィギュアとかがあって、私の好きな鬼滅と呪術廻戦とかめっちゃいろいろあって、ヒロアカとかもう最高だった。
ね、ありがとうつぷつぷさん、領域展開。こちら美人だったの話さなかった。嘘だ、なんか新鮮だった。なんかいつもの服装とちょっと違ったので新鮮でした。また遊びに来てください。次はねお話ししましょう。一方的に喋っちゃったから。でみんなとカラオケ大会したい。ヒロアカ見たよ最新話。気になりますねあれは続きが。次アンビルさん2枚ありがとう。アンビルさんありがとうございます。アンビルさんいるかな。わーい、いないかな。メイド服、そうめあのね、本当はね私服で、私服持ってきてくださいみたいな生写真撮影するのでって書いてたんやけど、ね、寝ぼけながら見とったからさ、ちゃんと読んでなかったんよ。だからさ、なんか当日話し会の時に来て、生写真撮影、あ、写真撮影しますって言われて、んってなってえ LINE 来てましたっけって言ったら送ったよって言われて、ほんまに送られとって、私が寝ぼけて見とったから。私服をさ、パーカーにロングスカートみたいなあの感じの服装だったから、さすがにそれで生写真はダメだと思って、その日コスプレしてたメイドさんで撮ったんですよ。よさんありがとう。本当だったらメイドさんじゃなかったけど、まあでもコスプレの写真ってレアだよね。 AKB さんの方ではダメだからさ、絶対パーカーってめっちゃ普通のパーカーなのにマジで普通って感じだったから嫌だったよね。次斉藤さん、あ、なんか2つともよいしょ。生写真かわいい、今日撮ればよかった、ありがとう、かわいいって言ってくれて。今日確かね斉藤さんね現場があるって言ってたからさ、多分ね見れてないんだよね。ありがとう。5月4日、お、待ってます。斉藤さん、斉藤さんはですね、今はもう先月と今月はもう七並べじゃないわ、大富豪祭りだと思います。次、あ、ウィンディーさん2枚ありがとう。あ、お、全く同じ言葉だった。インディーさんはすごいね、お話し会の時もなんだけど、すごいね後ろにねソラハのグッズをすごい並べ置いてくれてるんですよ。本当にありがたい。すごいね服もいっぱいくださったりとか、ありがたい。めっちゃソラハ愛がすごい伝わります。ニヤニヤありがとう、ウィンディーさん。またお話し会待ってます。昨日いなかったから寂しかった、来ると思ってたから。ガチ恋。次、赤木さん赤木木かな、赤木さんセンスいい方が続いてます。ファンの方はねセンスいいですよ。私の好みのものばっか送ってくれる、欲しいものとか。赤木さんありがとう。インディさんありがとう、ありがとう。マジで今回のこの1年、昔の生写真とかに比べたらここらお肉がめっちゃ増えてる。昔の AKB の生写真と比べてみてほしい。いや比べなくてもいいんだけど、マジで太ったことがあからさまに分かるやつですね。次、岩尾さんはね、あ、お話し会ありがとうございました。そういえば放課後なんかあのユナイナちゃんとのピンマイカーちゃんとのねあのお話し会の時はめちゃくちゃトラブってたんですけど、無事最後お話できてよかったですよ本当に。岩尾さんありがとう。写メ会見が返してる、ありがとうね、写真撮ったもんね、可愛かった。イヤリング、ピアス、ちょっとリップ塗ります。価値観察してやばいので、
私ちゃんとアルコール除菌のやつで拭きます。はい、次てんやさん3枚だから被らないように しないとだね。あリトルやつが続いてる。ケンヤさんはいつなんかね、ケンヤさんとの出会いめっちゃ鮮明に覚えてます。お疲れ。なんかね、もう一人ケンヤさんとお友達が確かね、なんか全国握手会かなんかのさんとしか、なんかそういうなんていう複数レーンで誰かと一緒の時、誰かと一緒の握手会の時に、なんかね、私の人たちのレーンが確かあんま並んでなかったんか忘れたんやけど、なんかこう他のレーンにこう手振ったりする時間があったんですよね。でその時になんか遠くから指ハートしてくる方がいるなと思ったら、このケンヤさんだったんですよ。指ハート。今となってはすごいに来てくださったり嬉しいですね。指ハート仲間でございます。だから本当にこうなんか自分のレーン以外の方にもこうなんか手振ったりとかするのってあれだなとか。3枚だよね。これはまいちゃん推しなので、この方は多分まいちゃんにガチ恋なのかな、わかんないけど、まいちゃん推しなのいじりということで、キュン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 。そしておしめんのお誕生日ですね、おめでたい。22枚。初めていじったかも、ケンヤさんのこと。はい、ハートと。今日まだまいちゃんに会ってない。まだまいちゃん3時間目からだね。キュン。まいちゃんの1番ゲットしました。誕生日メッセージ、マジでね、こうやって時計見ながら、で、あの時計、なんか携帯の数字が0000に変わって、パーン言っちゃう、早く押しました。マイコン、次、コキンさん。いるか、コキンさん。コキンさん、ありがとう。タラさん、ハートありがとう。マイちゃんの一番ゲットしました。コキンさんは、なんかすごい多分ね、2期生ちゃんにすごい言ってるんだよね。でもまあ結局はね、スラハンとかに来てくださるからいいんですけど、このまま2期生にハマったらどうしようってめっちゃ思うの。あ、ちょっと待って見て見て、ピーって書いたらさ、なんかこういう可愛い背景みたいになったアンピーのピーです。アンナちゃんのピーです。アンピー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 、アンピー。次、くにさんさん、あ、2枚ありがとう。くにさん、くにさん、はじめね、そのくにさんのことね、すごい毎回カープのさ T シャツとか赤系のね服を着よったから、ここさん推しやと思っとったんよね。でもすごいスラホンとかに来てくださってて嬉しい。あとね、後ろに毎回鬼滅のね、なんか人形とか私のやつとか置いてくださってたりして嬉しいですね。くにさん、ありがとう。おしまし、確かに勝手に資格ね、観光ガイドの。次、あ、キサキさん、ポンポンさんかな、ありがとう、覚えてくれたよ。いや、もちろんですよ。パシェの P ではないな。ポンポンさん、ありがとう。早く生で近くでパフォーマンスを見てほしいですね。自信はないけど、もっと好きになってもらえるように頑張ります。キサキさん、いつもありがとう。次、リンタロウさん、レンタロウ、ありがとうございます。いるかな、サンラステージ、ありがとう。
青い人さん、あ、私のお話が生きたことありますか。次、あ、まーちゃんだ、まーちゃん、あ、なんか全部一緒だった、ダメダメ、全部好き系だった、まーちゃん、ファガイドさん多い、わかるよ、でも可愛いもん、アンピ、アンピ可愛いもん、はい、あ、まーちゃん大丈夫かい、元気しとるかい、あんま動いちゃダメよ、スラハかわいい、ありがとう、やばいやばいやばい、またいつか STU の来てね、落ち着いたら頑張ってです、あともう一枚だった、コッコさんだからニワトリ描こうと思ったらびっくりするぐらい衝撃的な動物が生まれた、ごめん次、みっちゃんさん、みっちゃん、みっちゃんさんいますか、みっちゃん、うわ、あれやん、なんやったっけ、お好み焼きのみっちゃん、お好み焼きのみっちゃん思い出した、次、みずつよさん、みずてぃさん、みずてぃさんはマジで可愛い、最近は他のグループさんとか行ってないですか、他の48のどうもです、乃木坂さん、乃木坂さんに行ってるのかな、ちゃんと来てね、もう来てるから大丈夫だけど、次、カイトさん、カイトさん、さあね、だってあらあら怪しいわこれは、カイトさん、どのカイトさんだろう、カイトさんね、2、3人おるんよな、ランチ休憩、あ、さっき書いた、ピー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 って書いた、あ、いた、カイトさん、ありがとう、いえいえ、次、シュウヘイさん3枚ありがとう、あ、オッケー、これがバイバイ、シュウヘイさん、マジで毎回返信ありがとうございます、しかも結構長文で嬉しい限りです、キーターン、返信ありがたいです、本当にでもさ、絶対にさ、してくださるからさ、返信、ありがたい、じゃん、こんちゃーす、ありがとう、周平さん、しっかり元に絶対届くのでお楽しみにしててください、次、パイのみさん、ありがとう、パイナミさん、パイナミさんもうちわをつけてください、一押しを探し中らしい、ぜひ私を一押しにいつも空通信ありがとう、画像もさっき見た、さっきてか朝見た、ありがとうございます、次、コミさん、コミさんいらっしゃいますか、コミさん、こんちゃす、こみさん、あ、次、あそじさん、あそじさん、次、いつ会えますか、 17? お話し会、こんにちは、
ミロさんハートありがとう。中身ちゃんではありません。次、おいきーさん2枚。あ、同じだった。17、話しましょうね、いっぱい。おいきーさん、おいきーさん、昨日はね、馬と一緒にお仕事で馬のなんかにしてるから、馬ともお話ししました。めっちゃ馬の目ギュルギュルしてた。バイネルさんありがとう。こちらこそありがとう、ありがとうございます。おいきーさん最近2期生に行きがち、ありがとう。そらはちゃん率高いと思います。それはそうだと思います。逆に減ったら悲しめます。次、りょうすけピンクさん、りょうすけピンク、はい、お、いた。またお話し会じゃないわ、現地握手会が始まったらピンク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 で来てください。あれマジであれいいと思う。すごい分かりやすいし、可愛いし、乙女めっちゃ可愛いよ。ありがとう、りょうすけさん。インタラさん、誰もありがとう。次、鈴木さん。鈴木さん、ありがとう。いつでもピンクやけどな。最近あのピンクのメガネ見てないから、早くピンクのメガネ見たいです。そう、今すぐにでもコントへ向けて捨てたい。鈴木さんありがとう。愛ちゃんさんのマジ疑い怪しい、あれ好きだ。どうしたっけ、消えちゃったの、あのメガネ。パパケンさんありがとう、ハート。次、2枚目いきます。紙シンさん、シンさんさっきいなかったけどいるかな。しんさん、二期生とは、あ、私もすごい。しんさんいるかな。またいつでも気軽に遊びに来てください。そしてかまちゃんさん2枚、ありがとう。すごい、本当にさ、大食いだからさ、話でしか聞いたことないから、本当に食べとるんかね、見てみたい。大食いファイターとかいけそうじゃない、本当に。わぁ、今思った。バケンさんハートいっぱいありがとう、嬉しい、愛がいっぱいありがとう。かまちゃんさん、次、シャン君、いちさんの方だ。ありがとう。多分シャン君なんかイコール猫って感じするから猫描いた。次、まさひこくんさん、まさひこ、え、このやつってあと30分か、やばい、半分いけるか。まさひこくんさんありがとう、ありがとうございます。いるかな、あ、次、瀬戸内新刊さんありがとう。ありがとう。今半分到達した。紙がね、今日3枚目のちょっとまであるから。瀬戸内新刊さんありがとう。宇宙さんありがとう。レインボースターありがとう。次、あ、山崎さん
山月さんは最近ねハッピーらしい。お話し会の背景がね、私たち、私メンバーみたいなの、あのなんていう風船のハッピーみたいなのが後ろにあってハッピーらしい。ありがとう。はよはよはよ、直接握手会したい。鶴吉さん、鶴吉？鶴吉は知らんな。鶴吉は知ってるけど鶴吉は知らんで、初めましての方かな。ハッピーメロン、そわそわ、ありがとう。鶴吉さん初めて、空が可愛くなった。ありがとう、なるひさん嬉しい。次は鶴吉さん、次は確定ちゃんさん、確定ちゃんさん、確定ガチャみたいな感じなのかな、確定ちゃんって。ありがとう確定ちゃん。竹山さんだるま、ありがとう。中川さん絶対にこれ本名じゃん。中川さんいらっしゃいますか。確定申告そっち急に世界とか日本とか。なおさんありがとう。ミラーボールじゃなくてレインボースター。中川さんありがとう。あ、待って、連続だわ。 なんていうんだろう、鳴沢さん、鳴海沢さん、鳴沢さん、成功のせいに沢って書いて、ありがとうございます。みんなこれを機に ニックネーム登録ちゃんとしようね。わかんない、何も喋れなくなっちゃう、名字だけだった困る。次トムスさん、トムスさん、昨日ソラハンのねためにね UFO キャッチャーでミニオンのね、なんだっけ、ミニオンのぬいぐるみ取ってくれたらしいよ。なんかティムも横についとって、めっちゃ嬉しい。ありがとう、これからもガチ恋よろしく次カーズさん、さんいらっしゃる。カーズさん、カズさんは毎回ツラハかわいいねって言ってくれる。ツラハかわいいね、ニックネーム登録がおいクリニック。カズさん、ツラハの知ってるカズさんだと毎回かわいいねって言ってくれる。ツラハの知ってるカズさんかな、昨日お話ししたカズさんだよね。かまちゃんさん、ハットありがとう。次イーストさん、イーストさんがさ、イーストさんのこの名前を見るとトーストに見えて仕方ないんだよと、初めトーストさんかと思っとったよイーストなのにトースト、食パン、私は何でも食べ物に近づけようとするから。次、あ、赤岩さん3枚だ、そうだよ、違うやつ一緒に、あ、オッケー、バラバラ、赤岩さん、今すべきだ、ちゃんと街へ帰ろうって思う、もう誰も、もう誰も羨ましくなんかない、独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。いる？あ、いた。昨日はね、私の目の前にしてね、チョコレートケーキが置いてあったんですよ。人形とね並んでたからさ、マジ人形かと思ったんよね。じゃあね、なんかケーキ、チョコレートケーキがね2個置いてあって、超食べたくなった、うん、ありがとう赤岩さん、ありがとう。チョコレートケーキ、ケーキ食べたい、ケーキ食べたい。次ウィンディーさん2枚ありがとう。ウィンディーさん、ガチ恋って言ってたよね、嬉しい、本当にプレゼント発送ありがとう。めっちゃしょっちゅうプレゼントくれる、嬉しい。どこで服買えるの、ミンディさん、すごいよね、見たことないブランドとか見る。
ニコちゃんがめっちゃお化けみたいになっちゃった。ありがとうウィンディさん。4月18日、お、お話し会待ってます。次って、私なんかお話し会コスプレとかせんよね。パパケンさんバラありがとう。次、ヒサポンさん。ヒサポン、え、昨日ね、お家のね、庭に桜が咲いてるっぽいんだけどね、その桜がすごい、ね、てか庭に桜咲いてるってどういうことって思ったんやけど、すごい、ありがとう、桜わざわざ来てくれて。ダーリンと仲良くね仲いいと思うけど、めっちゃダーリン。次、あ、またまたヤマディさん、ありがとう。昨日どこからお話し会してたんだろう。めっちゃさ、なんかおしゃれな壁紙だったんだよね。黒基調に白の線みたいな。ありがとう、ヤマディさん。音符だよこれ、虫じゃない、オタマジャクシじゃないからねちゃんと音符だから。次、お、ミラさん、ありがとう。ミラさん、お話し会いつ会えるんだ。なんか昨日会ってない人は大概なんか会ってない感じでいる、会ってないって感じです。ミラさんありがとう。でもミラさん、まずショールームの一番初めにコメントする率高すぎてびっくりしてる。次、フーシェさん、フーシェさん、フーシェさんはなんか可愛いって感じです。5月30日待ってます。本当に多分ね、私ね、会ったことあるのかな、絶対小柄な気がする、超可愛いっていうさ、男性の方ですが。ミルさん、ハートありがとう。次、あ、ナポスケさん3枚、3枚だって。あ、なんか似てる、あ、似てない。ナポスケさん、ナポスケさんはね、すごいね、もうガチ恋って感じです。なんか初めは普通に応援って感じだけど、いつの間にか私にね、本当に恋してくださって嬉しいですね。あんまりな、おらんくって、その時私にガチ恋して、え、なんかさ、ガチ恋、どこからガチ恋が分からんくなるけどさ、すごいめちゃくちゃびっくりするぐらい愛を伝えてくれてる人は、あ、この方私にすごいガチ恋の方なのかなって思う。みなりさん、誰もありがとう。ありがたいですね、こんな人間にガチ恋だなんて。あ、ありがとう呼んだ確かに、キノピーさんもガチ恋だった。キノピーさんは可愛いっていう系のガチ恋ですね。次、アンナちゃん、あ、めっちゃ減ってきた。あんなにあったのにさ、もうめっちゃ減ってきた。ほら、嬉しい。アンナちゃんはめっちゃ可愛いです。そして美人です。そしてデレデレしててめっちゃ可愛いです。そして字が綺麗です。プレゼントのセンスがいいです。もっと仲良くなろうねありがとう、アンナちゃん、倒しは強いと思います次、水色帽子のゆきさん、あった、水色、昨日久しぶりに話した。もうなんかね、絶対ソラハ好き度が落ちてると思う。悲しいよ、だから。でもね、初めなんか出会った時はマジでね、運命っていう言葉でしたよ。運命っていう言葉、めっちゃ懐かしい。運命の方なんですよ、この水色帽子のゆきさんは運命なんですよ。だから離れられない関係なんですよ、運命は。次、あ、渡辺さん来ました。難しい漢字、ちょっと集中します。
力すごいよね、本当に。この感情を考えた人がすごいよね。もっと仲良くなりましょう。一緒にアイドルすればいい？あ、お餅書こうとしたけどなんか変なお餅になっちゃった。お餅ありがとう渡辺さん。やばい、あと20分もない。次田村さん、え、田村さん3枚、え、タム吉もしかしてタム吉、あ、なんか似とるやつだった。田村さん、田村さんありがとう。私です。あ、たむたむさんか。田村っていうの？たむきちと同じじゃん。ありがとう、たむたむさん。たむたむさんがお話し会に使ってるあのヘッドフォン、めっちゃかっこいい。ヘッドフォン？マイクみたいなのが超かっこいい。ありがとう、タムタムさん。またね、七並びとかも本当ありがとうございます。次かまちゃんさん3枚。あ、オッケー、はい、次回ニックネーム、そう、次回はね、ちゃんとニックテ、ね、ね、ね、ニックネーム登録しててね。本当に。メイドソラハさん。メイド。お誕生日記念じゃないよ。全然お誕生日じゃないです。今、ショールームのね、イベント、あの、サイン会中なんですよ。ヒヤヒヤしました。あ、かまちゃんさん、クマ見たい。今ありがとう、ありがとう。最近めっちゃクマ殴ってくれるし、ありがとう。3枚もありがとうございます。次、天然たけしさん。天然なんですかね、この方は。ありがとう。公開説教されたくない方は身を本名をお勧めします。そうやって公開説教するぞ、逆に。天然たけしさんありがとう。こねろこねろ違う違う違う。お招き村上さん、村上さん、村上さんいないよね、絶対。さっきもいなかったはず。お仕事かな、頑張ってね、頑張れ。お仕事とか。次、大津さん、大津さん。皆さんね、あのハッシュタグシナのソラハとかハッシュタグソラ通信で今日の感想とかお話し会の感想を待ってます。マジで楽しみにしてます。大津さんありがとう。ゆうきさんありがとう、バラバラ。次、きょうきょうさん、きょうきょうさん、きょうきょうさんいらっしゃいますか。本名だから説教ないはず。あら、あ、いた、きょうきょうさんありがとう。こちらこそ申し込んでくれてありがとう。 Thank you very much。 次、パイナミさん、本当に早く公園でそのうちわを見たいで作ってくださったやつ。ニックネーム、それだからそんなのに。これは面白すぎる。はい、なみさん、
パイの実たまに安くなってるからね、美味しい、大好きだからね、買っちゃいます。ラスイチ、ラスイチです。ラスイチ、なんかレアなやつないかな、コメントが。あ、最後はかっこいい感じでしょ。次ラストはモヒカンのダイナソーさんでした。ありがとうございました。鍵閉めでしたね。ありがとうございました。無事今日のオンラインお話し会が、オンラインサイン会が終わりました。今すぐにでも声に出せない。ということで誕生日マスターウタマさん、ありがとう。今日のオンラインサイン会おしまいです。ですね、今日の夜配信ができないので今日この配信をもって終わります。明日の朝ですね、また明日は。なのでよろしくお願いします。皆さんハットありがとう。お疲れ様でした。本当に楽しかったオンラインサイン会。次は5月だね。ありがとう。では13位あさじさん、12位ひろさん、11位うちゅうおさん、10位ようさん、9位たむたむさん、8位きらさん、7位きのぴーさん、6位イーストさん、5位ともしさん、4位みろさん、3位ウィンディーさん、2位なおさん、そして1位わかまちゃんさん、ありがとう。ちょっとね、 ありがとうございました。おたまさんありがとう。余った写真は10枚ぐらいでした。10枚以上、20枚ぐらいでした。ということで配信を終了して止めます。来てくださった方ありがとうございました。お家にこの今サインした生写真が届くのを少々待ちよ。ありがとうございました。バイバーイ。またね。